はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガコレクションのサガ3ですね、前回の続きからやっていきます。で、過去世界に来て、まあ大ババ様がフレイヤちゃんを助けに南東の洞窟へ行ってしまったということなので、追っかけていきましょう。とりあえずムーンを使っておくか。で、南東ってどこら辺？あれ？だってここ神殿でしょ、もうすでに。こんな近かったんだ。左から行った方が良かったね。あれ、だって南東ってこれ町でしょ。ここは行った。どこだ？占いおばば笑いだけ。まあ、攻撃でいいでしょう。なに？微妙に倒せない。だいたい100ちょっとくらい。ヒットポイント。もう1レベル上がると多分違うのかな。あ、バトラックス？やっぱバトラックスの方が強かったわ。獣人占いおばば、肉。あそこの洞窟っぽいな。てか、この戦力でいけるか。倒せねえんだけど。すげえ。シーブル。ダメージは食らわないか。エアロとか効きそうだよね。1回につき1000円以上は手に入るからな。なんだろう、ここだけ地面の色が違う。なんか種植えるんだよね。レオナルドビッチ、アードコスモス、エアロ、実力を見てみよう。あとファイヤー、いくつだったかちょっと見えなかったんだけど、炎強いか。クリティカル70、ブリザード結構食らうな。こんなんしやがったっけ。割とヤバくないか。ちょっとエアロもう一回こいつに唱えよう。攻撃はしてくる。180種類強え。回復しよう。傷薬でいいや。いくつ回復しよう。わかんねえ。40くらい。スタリオン、グレイブシーフ、100は取っときたいよね。マジックパワー、待って、おお、なんだ、全体攻撃だったけどそんなには強くなかったね。あとはケチっていこう。レベルが上がって別に回復するわけじゃないからね。サイボーグみたいなのが出てきたな。初手は全力でいこう。倒せないのこれ。メガマウス破壊光線、ちょっとレベル上げた方がいい。やばくね。強えんだけど敵が。アッパー、もうすでにさ、1回の序盤でかなり戦力を消耗してんだけど。傷薬、オルナレフも2つ使っとこう。でミルフィも減ってる。てかシリュも減ってんな。レベルが上がった分か。今日なんか人がいたね。ガーゴイルかっこいい。エアロが無難かな。フェアリー、魔法ミスのちょっと勘弁してほしいよね。さて、あとはサイコダガーで切りつける。ポーション、どうしました。ギルに預かっていたフレイヤをドグラという魔物にさらわれたので取り返しに来た。待って、おばあさんじゃ無理だ。じゃあ俺たちが行きます。いや、見ず知らずの人に頼むわけにはいかぬ。わしがやらねば。いいえ、俺たちだけで行きます。おばあさんには未来でお世話になります。長生きしてもらわないと。時を超えてきたというのか。ギルに育てられた。そんな簡単に信じんのか。あのおばあちゃん一人でここまで乗り込んできたのはすごいよね。もう4人がかりでめちゃくちゃ苦労してるからな。
先制攻撃、よし、これはでかい。ちょっと武器で倒せるだけ倒そう。全然倒せねえわ。アッパー、いや、スカイアタック強いよな。クリティカルヒット、でかっこんな肉あったんだ。ポーションも使っちゃおう。下に降りられるけど、なんだ、どっちだ。宝箱がもしあるんだったら欲しいけど、ちょっとエアロー使っていこう。エアロー一撃で倒せるのはかなりでかいな。謎謎混乱した。エスパーだけど頭はよろしくないようだ。よし、レベルアップ。フェアリーの肉はいらん。で、そういえばフェアリーどれくらい回復する？あー、回復量は少ないけど、まあしょうがないっちゃしょうがないよね。あれ、これどうなってる？あ、フレイヤがいる。フレイヤ戦わなかったっけ。なんか操られてるんだかなんだか知らないけど。あー、間違えた。バトラックスで1回命中1。でもまた混乱しやがった。え、ブリザード、まあいいや。うう、フレイヤ、フレイヤちゃんだろ、助けに来たよ。うーがうー、みんな傷つけないよ、戦うんだ、いいね。いや、全力でいくよ。これは別にそういう気遣いは必要ないから。竜巻に強い、やるな。いやあ、ファイヤークだった。え、じゃあファイヤーは回復したい。ケアル使おう。げ、炎にも強い。てか弱い。おい、大丈夫か。あたしどうしてたの。気がついた、大丈夫。ちょっと悪い夢を見ただけだよ。行こう。フレイヤーが仲間になった。やった。今戦力は多い方がいいから。ドラゴンパピー。じゃあマジックパー減ってきたな。フレイヤーまあそこそこだ、ね、200。サンダー覚えてるんだ。ミスリルロットか。攻撃力は弱そうだな。30。まあ食らうね。37。弱え。最高だが。の方が全然強いんだけど。ちょっと回復したい。回復したいんだけど。っていうんで、ケチってこう。あ、まあ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 回復するか、でも。で、サンダーどれくらい減る？今250でしょ。すげえ、216とか。クリティカルヒット。え、増殖したとか。234。結構減るね。結構マジックは減るんだよね。ブリザードとかでも8くらい使った気がするから。マジ邪魔なんだけど。消えよ。スターリオン8。で、こいつがドグラかっていうかさ、全然あの宝箱らしきもの取ってないんだけど大丈夫。帰り探索して帰ろう。フレイヤーいればいたでね、楽だから。よし、レベルアップ。ちょっと待ってね、離さない限り大丈夫だね。ここで回復しよう。しかもディオンのケアルで。ヒットポイントは一応全開にしておきますか。この子をさらったのは貴様か。誰だ貴様。そうか、ユニットを狙うボラージュとかいう構造だな。死ね。何、げ、音もいんのかよ。
先にお供を倒しておきますか。まあ、エアロー使いつつ。サンダーはまあ、とりあえず一旦こっち。ゲッ、ミスりやがった。ゲッ、なんなの。よし、とりあえず、殺人ビーム。あれ使ってみよう。ハインディ。どれくらい強い？で、自分は自分で回復しよう。火炎瓶の方が多分強いよね。あれ、火炎瓶どこ行った？火炎瓶ってもしかしてさ、一個全部あいつが装備すんの？じゃあ、エアロでいいや。ケアル、エアロ170、サンダー186、火炎瓶55、弱っ！悪臭。ガッと防御下がったら結構まずいぞ。しかもダメージ付き。火炎瓶、クソ弱えんだけど。バトラックスに変えよう。なんか補助魔法だったらさ、人間に装備させてもよかったかもね。プロテスで回復させとくか。防御力下がってるから。いや、当たらん。巻きつく。いったー、強え。ちょっと結構ゴテゴテになってんな。3人ケア、ちょっと待って、プロテスって直して、あ、こいつもプロテス持ってんのか。いや、サンダー強い。うわ、麻痺した。しかもやるじゃないか。で、プロテス、サンダー、いやー、また下げられない。これダブルで下がるかどうかだよね、防御力が。で、ちょっとポルナレフはまあ攻撃でいいか。で、プロテスでちょっとシリュー。危ね危ね危ね、ラッキー、マジラッキー。サンダーかなりダメージソースになるからな。フレイヤーめちゃくちゃ役立つ。足ビームって意外に食らわないんだよね、実は。回復はさせておこう。よし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 。こっちもミスるけど、相手も結構ミスるな。ここはちょっと攻撃でいこう。攻める。よし、倒した。9800円。おい、ボラージュさんを知っているのか。今どこにいるんだ。グフ、貴様ら仲間ではないのか。宝箱になった。駆動エンジンってなんだっけ。じゃあちょっとこいつらをまあ倒しつつ戻ります。で、ある程度探索しながら戻るんで、そこはカットしていきます。宝箱あるね。ポーションいらねえ。ヌンチャク。というわけで、とりあえず洞窟から出てきて、おばばさんのところへ帰りますか。歩いていけるの、歩いてこう。てか普通に歩いて帰れんやん。で、フレイヤちゃんはもうさすがにいなくなるよね。クロノス、ババ様が帰ってきた。ありがとう。それよりおババ様、この子を長老のギルに預けに行かせてくれませんか。ギルは旅に出ている。僕たちの時代にいるギル長老です。ギルは見事自分の町を作ったのか。それからはわしからの礼じゃ。受け取ってくれ。サモン、サモンという魔法、海岸線で唱えると海に潜ることができる。で、過去はどうすんだっけ。もうとりあえず現代に戻るっちゃ戻るんだけど、一回寝よう。過去世界をもうちょっと、そのサモン手に入れたんで、探索したいっちゃ探索したい。フレイヤ連れ回して探索すればよかったかな。
あ、でもそうしないとサモンがもらえないのか。ちょっとせっかくなんで海岸線で使ってみますか。もうこいつらザコでしょ。あれ、プレイヤーいる。あ、そうか、ギルに預けるって言ってたもんね。おばば様に返したんじゃねえんだ。ヌンチャク結構強え。で、じゃあサモンはとりあえずデューンにやって、あ、何これ、潜れるとかそういうあれじゃないの。潜れんのかな。潜れた気もするんだよね、海底に。なんか、あ、潜れた。ちょっと海底を探索しよう。敵出ない。あ、出た。超いっぱいいる。まあいいや、一体ずつ確実に始末していこう。アダマイタンマイ、あ、アダマンタイマイか。もうこんなところで出てくるの。結構後半の敵のイメージがあるんだけど、暴れエイは弱いね、数が多いだけ。1対1、2、大して変わんねえ。てかゴールドのなんとか買ってないけど、まあいっか、次のところで新しい装備を買おう。また人手みてえなのがいいね。チンピラーは弱い。毒人手か。毒とかちょっと厄介だな。エスナみたいなのないからね、まだ。状態上は、もしかかっちゃったら、アイテムで直すしかないからな。少し探索もしたいけど、なんかある？アダマンタイマイ。こいつは買ってんだよな。2とか全然通らんわ。あ、身を守ってるからか。なんかなんもないね。結構広くない？世界的にめちゃくちゃ広くない？あれ一周してる？これどこに何があるのかを把握しとかないと。マジでわからない。あ、沈没船がある。でさ、これ宝箱があるんだけどさ、クロノトリガーシステムだったらさ、なんていうの、過去で取っちゃうと、もう過去で宝箱が開けられちゃってるんで、ちょっとこれどうやって降りる、上陸したいんだけど、こうか、なんていうの、未来世界の宝箱は開いたままになっちゃうんだよね。ほらクロノトリガーって、未来世界に行ってから取った方がなんか得したような感じじゃん。だから一旦未来に行って、未来で取れば過去の宝箱は影響してないから、ちょっと未来に行って順々に戻っていく感じにしたいと思います。で、ムーの大陸じゃなくてムーの街がどうちゃらって言ってたよね。そこに行きたいな一回。こいつも使ってくんのか。行かなくていいところって結構いっぱいあるからね。あのゴールドのなんとか揃えたところもそうだけど、ただいい装備が手に入ったっていうのは、まあ、でかいけどね。あのもうレイヤちゃん3打唱えさせるか。弱えわ攻撃が。切り裂き男とか名前がすげえな。切り裂きジャックじゃねえんだから。サイボーグ切り裂き男、どこにあるって言ってたっけ。ここの町の人が何か言ってたんだっけ。とりあえずゾンビや。洞窟の近くはムーにあるというイフラムの種がある。あれ、情報は特にないか、ここ。ちょっと寝とこう。で、モンスターになっちゃいましたとかだから、ちょっと、おっ、ヒーターが。よし。
で海で泳いでたら体が変化した。で浄化マシン手に入れて、ここの情報ではないか。もう使って、もう北になんか埋もれてるとかそんな感じで言ってなかったっけ。エトリアさんもここでは使いません。こっちちゃんと向きやんなきゃダメなの。向きやんなきゃダメだ。ああ、なんかあるじゃん。これ何これ。あ、町だ。あんたサモンの魔法は使えるのか。これは特に何にもない。武器屋さん、魔導士の杖、刀、ミスリルの実、手榴弾。手榴弾ってグループとかだったらなんかだいぶ楽だけどね。エアロ、ブレイン、ファイヤ、パラディ。いやー微妙そうだな。高いだけだな。倉庫にあるイクラムの種、しゃべる木の種らしいけど、ここは使い道がない。何て言うの、ちょっと待って待って、実りの土がないから使い道がないか。回収しよう。イクラムの種、金の針で、イクラムの種はなんか色が違うところで使えば OK。 これなんだ。世界を作ったソウル様さえ目覚めれば水瓶を止めることができるかもしれない。ソウル世界作ったんだ。のど飴、エリクサー3500円、安い。ペンダント、ゴールドのコテ、メタルブーツ、ミスリルの腕は、いや、ここら辺買っとくべきか。どうしよう、ミスリルの腕輪か、こっちの方が良さそうだね。メタルブーツも買っとくか。でさ、これ現代に戻ったら装備品が変わってるとか、品揃えが、そういうオチもあるからな。でどれだけ買ったの、腕輪か。結構すぐアイテムがいっぱいになりそうだな。ある程度整理していかないと。なんかそれさ、最強装備みたいなのないのかな。ちょっと売ってこう。売る。弓いらない。火炎瓶とかマジ金の無駄だったな。で清流灯もいらないでしょ。ポーションはまあ持っとこう。イクラムの種でブロンズの靴とコテ OK。 でコーヒー屋さんがあって、地上の霊の町では変な病気が流行っている。ここも気をつけなきゃ。この町の人は生まれつきサモンの魔法が使う。生まれつき使うってすげえな。ナンパ船を見つけても宝物取っちゃダメだよ。最近海に魔物が多くて外に遊びに行けない。なるほど、やっぱりナンパ船の宝は後で取った方が良さそうだね。まあそんなわけで、まあ目的は果たしたんで、ちょ待って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 、こうか。イフラムの種を植えてから現代へ戻ろう。ここここここ、どっちから行ける。こっちから上陸できる。できね。あ、手榴弾ちょっと買っとけばよかった。もし役立つんだったら使っていきたいけど。ミスリルロット、もう金だからね、所詮。でフレイヤちゃんはもうサンダー使ってこう、普通に。あ、てかファイヤーでいいか。ケチって、ファイヤーで倒せるでしょ。160、全然強いわ。魔法強いよね。げえ、こっちからいけねえし。敵が多すぎるな、この世界は。で、こっから上陸をしての、いや、ミスるな、まだミスるか。肉も結構落とすね。ここが実りの土、イクラムの種をまいた。というわけで、まあ、これはね、育つものなんで、現代に戻って、
まあ、木がなってることを確認しよう。どこだ？これ何でもない大陸か？特に何でもない大陸だね。まだ沈んでないよっていう感じ。ちょっと待って、世界意外と狭いな。でこっから右に行けば神殿がある。よし、ちょっとずつ覚えてきた。じゃあ帰ろう。で浄化マシン取り付けて、駆動エンジン取り付けて。エンジンって何？速さ、セット完了。あ、なるほどね。ただ現在の探せばワープする。エンジン取り付けても間違えた。ステスロスが動かないからね。よし、フレイヤーを長老に預けに行くぞ。てかフレイヤーとかさ、勝手にさ、こう現代に連れてこられて。そうじゃったか、この町の子供たちも用心せねばならん。よし、任せておけ、引き受けよう。ありがとう長老。そういえばイレムのクロノスが何か手がかりを見つけたようじゃん。わかりました、行ってみます。助けてくれてありがとう。フレイヤなら元気。あの子の強い魔力はいずれ街を救うかもしれん。いや、もう全然覚えてないよ内容。暖炉の奥にあるバトルトレーナーで鍛えたら強くなる。こいつはずっと寝てんな。子供はいいな、気楽で。暖炉の奥にあるバトルトレーナーっていうのもあれだよね、すごいよね。あと品揃えは変わってないか、さすがに。一応ちょっと覗くだけ覗いてみよう。全然勝てねえや。じゃあまあ装備は揃えておいてよかったっちゃよかったのかな。でも3本手に入れたから、また現代のムー大陸とかでなんかいいのが売ってるかもしれない。てか敵が変わってるし、装備品は変わってないけど敵は変わってる。竜巻に弱いか。アイアンローズ、いや150で倒せないのか。ちょっと魔法は駆使していこう。一発で倒せるのがでかい。51、それなりに経験値くれるようになったな。じゃあクロノスさんのところへ行って、お、来たな。未来ワープのありかが分かった。本当ですか。南の塔のアシュラという魔物が持っているようだ。え、大変です。例の入江の様子が変です。分かった、すぐ行こう。君たちもついてきなさい。なんか変なのが出てきてる。なんだあれは。おそらく水亀から現れた4匹の魔物のうちミロックかカオスのどちらかの城だろう。急がねばならん。なんてさ、4匹のうちミロックかカオスどっちかってわかんの。これは南の塔の鍵だ。魔物の隙を見て合鍵を作っておいた。合鍵、え、どうやら城の主はカオスという魔物。こいつら冷静だな。特に何でもない。じゃあオバマ様会っていきますか。フレイヤちゃんを助けた恩があるんで。これさ、何だ、回復してんの。一応よくわかんねえ。ババ様なんか反応変わってる。そなたは昔サモンの魔法を譲った人じゃったかの。なんかすげえ普通なんだけど。まあでも一応ちょっとね、歴史が変わってセリフが変わってるっていう感じですね。このサガ3がなんだろうね、ある程度クロノトリガーとかに通じてんのかな。参考にしてるところはあんのかな。で一応サモンで潜れるようになったっちゃなったけど、これがアシュラのじゃなくてカオスの根城で、で何だっけ、え、どっちが先だ、アシュラが先。
え、なんでカオスが現れたんだ、ちょっとわかんねえぞ。少し様子を見てから。ミスリルソード、やった、なんか強そうなの手に入れた。これがさ、強くなってるかどうかがわかんない。少なくともあれは変わってない、サイコダガーからミスリルロッドにして、いや魔力が増えるわけじゃないな、むしろ素早さが下がったかんね。南の塔へ行けって言ってたっけ。南の塔ってどこ、あとイクラムの谷ってどこ。 あった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 っけ。なんか塔の隣にあんじゃん。あ、間違えた、まあ、ファイヤーでもよいいか。ヌンチャックスクリティカル190強え、いいねいいねいいね。いやミスリルソードはかなり収穫だぞ、でかい。誰が持ってた。そしてレベルアップ、ここへ行けって言ってたんだよね。リグラフの木とは気持ち悪いな、なんか顔をついてない。ロボットアイアンロボット、いや気持ち悪い、なんかこれ顔みたいだよね。誰だ、私だよ、イクラムの木だ。喋れるのか。聞いての通り、何か聞きたいことはないか。そうだな、じゃあステスロスのユニットのありかわかるかい。お安い御用だ、隣の塔に住むアシュラがユニットを集めているのを見かけたよ。ありがとう、大した情報じゃねえな。というわけで、じゃあ次回アシュラの塔にね、乗り込んでいきたいと思います。でそれまでにちょっとここの世界の無音とかを使って少し探索をしてから次回、やっていきます。そんなわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。